マニアックにして骨太、すべてのバイクラブにお送りする東京 BB。 今回はプリティーグローと行く九十九里二ケツツーリングセカンドハーフ。東京 BB でしか見られない絶景にレッツゴーシー。最高だね。初めてますね。好きや。全米大好きやね。チキンが150万点。どうして合わない。東京ビンビン来たよ、海だよ。この番組はバイクを愛する人たちにバイクの魅力をとことん紹介するバイクバカ番組です。プリティグローと行く絶景ニケツトゥーリン&九十九里。海釣りセンターを満喫した一個は The Next BB Spot。 今回はどんな旅が待っているのか、いい女を背中に感じながら Cut the Wind、 そして九十九里ならではの To the BB Spot。 九十九里って言ったらやっぱりみんな食いたいって言ってたから海鮮でしょ。海鮮食べたい。これね、ここらがもう海鮮いい香りしてくる。うわ海鮮銀だ。食い尽くしてやるよな。そうそうこちらですね。ここ食うだけ食っちゃって。やだ、またいい感じじゃないですか。そうですね。雰囲気。九十九里といえばシーフード。ビビたちにも愛される千葉の海鮮銀座で取れたてのシーフードを eat eat eat。皆さん今日釣りがおめでとうございます。本当。ありがとうございます。楽しい。東京ビビやっといい天気に恵まれたな、最高ね今日ツーリング日和。俺糸だとね、小峠君だと思う。雨男あいつらね。あいつら本当にダメだ。あいつら二度と呼ばねえよ。俳優さん来てくれるとこうやって晴れるのよ、味方するわけですよ。やっぱそういうことか。どうですか女性陣、二ケツできましたけど。すっごい楽しかったです。何風呂上がりみたいな顔。車はすごい大好きだけどバイク全然興味なかったけど、ちょっと血が騒ぎましたね。ほら、うん、あのヘルメットからちょっと長い髪が出てるのはこうやっぱり独特で、女性ね、はいはい、だってこう初バイクですけどね、エリコさん。初バイクでした。どうでしたか。やっぱりハマーのね、運転がお上手ですから。そうですか。もうやっぱり安心してこうね、背中に寄り添ってられるっていうね、信頼感たまらなかったですね。バイクはやっぱ信頼感じゃなくて後ろ乗れないですか。そうだよ。ちょっと好きになったでしょ。いやもうだいぶ好きになっちゃった。これちょっとだいぶ好き。ちょっとどころじゃないね。美穂さんどんなの。いや良かったです。やっぱりね、なんか最初ちょっとあのジンマシンだって出てる。今日あでも大丈夫です。今日はあのジンマシン出てないです。ああ克服できたんじゃないですか。ね、最初はちょっとあの奈良山武士校みたいにちょっと捕まってましたね。もういいです。嵐すごい大変できた。大きい。結構ね、これぐらい立派。全然違うね、大きさ。もう置いてみよう、置いてみよう。確かこれもうなんかここ火強いから、ね、これもう口ちょっとずつ抱いてますよ。たまらないよ。これがツーリングの醍醐味なんですよ。いやすごい最高。これを食べるためにだからバイクで来ればいいんだもんね。そうなんです。一番いいですね、この目的としては。そうです。あんた自分のハマグリ焼かないのよ。ちょっとやだ美穂さん。やだもん。焼いちゃう、焼いちゃう。追加で2個ね、足しちゃって。足しちゃって。ほら。どしもネタじゃねえ。食べさせちゃう。ほら。食べたいでしょ皆さん。食べたい。食べれる人は、バイクバカしりとりやってからですよ。ええ何ですか。ルールは聞いてないです。聞いてないよ。バイクバカが言いそうな言葉しりとりで、つまずいた人はまず食べれません。じゃあ私たち不利ですよね。めっちゃ不利です。バイク知識知らないんですね。センスだから。センス。多分バイクバカ好きだろうなっていう、こういう言葉。ただ食べても面白くないので、バイクバカしりとりにチャレンジ。クリアしたものだけが最高のハマグリを can eat。じゃあいきますわ、せーの。エンジンオイル変えて。て。て。手放し運転はダメよ。ああ、それセールですね。酔っ払い運転ダメよ。よばしり行かない？
行かない。インジケーターあげて。インジケーター。インジケーターあげて。インジケーターあげて。手ある。手で。手。手っ取り早く川崎のバイク乗っちゃおう。いいね。宇都宮にツーリング行かない？やったやった。これ判定いいですか？開けばいいの？宇都宮がまずかったけど。ちょっと。うわあ、ちょっと一番いい時じゃない？どうなの？うわ、美味しそう。ヤギどう？うー、美味しい。大きいやつ。ちょっと。あ、これ、ああ、その大岡さんは、ああ、美味しそう。うまい。彩乃ちゃんが食べます。彩乃ちゃんが。興奮してきた。ああ、いい言葉ですよ。興奮してきた。これやばい。あら、美味しそう。あらららららら。食べたいだったらもう自己申請でありですよ。みんなが OK って言えば。逆にじゃあバイクバーガーが絶対言わなそうな言葉です。絶対言わな、絶対言わなそうなドッキリでしょ。絶対言わなそうな、絶対言わなそうなのは、なんだろう、じゃあ、幼稚園に突っ込んじゃおう。ダメでしょ。一番ダメ。一番ダメ。言わなそうでしょ。本当にひどい。言わなそうでしょ。最低だよ。本当に。そうじゃない。言わないけど最低だよ。チョイスが。最低。いや、量しか出てこない。ギリギリだよ、女も。いいでしょ、いいでしょ。じゃあもう食べていい。やってみてください。これ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 。いただきます。あ、うん、うわ、おー、最高。おいしい。よかったな、あれは。やすよさん、皆さんどんどん食べてください。ご飯らしいご飯食べていいんですか？ただね、次ね、皆さんにね、とんでもないうまいお店がもう一軒あるんですよ。走った途中にあるんですけど。え、次のところは女子も結構好きな感じですか？あー、好きだね。男も好き。綾瀬はるかちゃんとかもすごい好きだね。本当ですか？では私も食べられるということですね。楽しみにしております。楽しいですね、お母さん。も求めてるから。もっともっと。うめっ。まだうまい。うまいね。最初に食べた時のうまさあるでしょ。さっきのようにまだ同じようまい。あと卵でずっとうまいでしょ。ずっとうまい。何個でも。まだうまいの、ハマグリ。しつこいね。ハマグリ、しつこいね。俺になんか中華麺片面で入れたいね。あー、入れたい。最高。ネギちょっと散らして。入れたい。入れたいね、リコさん。入れたいですね。ぶち込みたいわね。教えてくださいよ、それ。聞いちゃおう。何ですか、次聞きます、うん、バイカーに最も愛される、うん、ガーリック醤油チキンです。最高。うまそう。そこに行くまでに九十九里有料道路の絶景を走るわけです。最高。いや、ここから絶景に入るわけです、皆さん。それでそのガーリック醤油チキンっていうのがあって、それがもうびっくりするのよ。もう東京にないぐらいの味なんですよ。それは気になる。俺来ればそれしか頼まないもんね、浜ちゃん。そうですね、毎回同じ。俺が一人喜んでんじゃないよ。そこに来るバイカーのほとんどがそれを食べる。他のメニューもあるんですけど。なるほど、それ頼んだらいいのね。まず絶景見て、皆さんまたテンション上げてください。じゃあ絶景行こう。行きましょう。行きましょう。今日多分九十九里やばいっすよね。今日天気いいからいいね。走ろう。じゃあ行きましょうか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。絶景見せますよ。はい。もっとバイク好きになってくださいね。はい。それではここから関東屈指のツーリング名所、千葉九十九里の絶景をバイクバカ目線でレッツシー。目の前に広がる九十九里トールロードの絶景、海、伊予那、
空中くりの潮風を感じながら爽快に駆け抜ける Feel So Good。 いいね、気持ちいい。うわー、すごい、これがめちゃくちゃいいじゃん。こっからがね、バイカーの憧れの道ですよ。これはいい道だわ。いや、いいでしょ。こんなに違うんだな。近年、日本の株は東南アジアを中心に世界中から人気を誇るバイクで、また手軽にカスタマイズできることからも注目され、そんなオリジナル株を矢作はどうしても作ってみたかったんです。
イメージはちょっとこれが近かった。ああ、うん、こういう感じ。矢作はオフロードバイクが好きで、カスタムカブもオフロード系にするそうなんです。さあ、来ました。矢作健くんのカブ作り、かっこいいカブを作ろうね。カブ作り来ましたけども、はい、これでしょ。どれ、ところどころツヤがあると思う。こうね、いや、もうかっこいいもんな。このウィンカーとかすごいいいね。これ BM のなんですよ。BM の横にこうありますよね、昔の R5、うん、やっぱそっか、 R50 とかね、欲しかったやつ。ここにやると両方同時に見えるんで、あ、いちいち後ろにつけた。なるほど。これは違法じゃないんですか。今合法です。見えてる、見えてるから。いいね、いいね。矢作はほんと贅沢だな。これもちょっと矢作が注文したように長くしたんでしょ。長くしたんです。ここを作ったんですよ。あー、ここ作ったんだ。ここをつなぎをね、一応戻せるよ、もし戻せる。あ、そうなってんだ。あー、さすが浜バイクは。浜バイクすごいね、かっこいいね。だね、こういうのもちゃんとアドリブでこうやってくれるから。アドリブこれお願いしてないのに。矢作の芸風と一緒だ。ありがたいね。今日何するんですか、ここから。今日はあのエンジンを乗せてもらって。出た、エンジン乗せる一番の憧れ。憧れですよね、うん、乗せたかったですよね。乗せたい。そこだけは取ってきました。かっこいいね、エンジンを乗せるって。命を吹き込むんだね。あとイヤホイール乗せて、うん、まあ、ちょっと転がるようにまで足上げてもらおうかな。やりましょうよ、やりましょうよ、うん。このコーナーは矢作がどうしても作りたかったオリジナルカブを制作。前回タイヤを矢作が好きなオフロードタイプにし、リアフェンダーもカットしたりと、解体したカブからだんだんと形になってきました。今回もパーツの取り付け、矢作が理想とするカブの全貌が明らかになります。カブと矢作と私、組み立て編パート2。番組公式グッズも買ってね。それでは早速カブに命を吹き込んでもらいましょう。俺何すればいいですか。温度を取ってもらって。そう、誠くんは毎回言ってるんですけど、邪魔さえしなきゃいいんですよ。すいません。邪魔さえしなきゃ大丈夫。すいません、うん、実際マサが外したんで。ああ、マサ、マサさん、マサ教えてもらって。マサさんお願いします。もうあのタンクマサ。タンク、タイヤ行きますか。あ、タイヤ。タイヤから行く。タイヤ部の方が良くないですか。あ、上げる。げる。まず最初はリアタイヤの取り付け。矢作はオフロードバイクが好きで、タイヤはもちろんブロックタイヤ。で、じゃあ入れてみます。はい、こう？これここですか。はい。ちょっと合ってないな。入っちゃっていいですよ。はい、こっち行った。はい、あ、これがチョークのレバーなんですよ。チョーク、チョーク、あのガソリンコック、チョークのなんついてるんですか。チョーク、これです。はい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 、このチョークスリッパーのチョークで首締めるの。締めて、あ、空気を少なくさせることができる。あ、それで濃い混合器を使ってかける。あ、このレバーをじゃ、キャブのエンジンにはチョークって絶対ついてるもんなんですか。ほとんどです。レース用以外は全部ついてる。そしていよいよ矢作念願のエンジンをつける作業に。これも長いのこうやって刺すんだ、こうやって。そうです。これがこうなるわけだ。そうです。へえ。相当重いよこれ。重いっしょ、これ。これ配線ここでいいのか。あ、来た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 。よっしゃ。おお。あ、ごめんごめん。いい、簡単。エンジン乗せんの。簡単。簡単ですね。簡単。やげ、疲れた。疲れてない。今エンジン乗せた。本当は。簡単。これピーナッツチョコ。ちょっと入れてください。疲れると思って。まあ、5分しかやってないけど。浜ちゃん、ピーナッツチョコ。ありがとうございます。また何かあったら呼んで。で、これ閉める、もう。そう
んと閉めとかないとな。エンジン落ちちゃうからな。エンジン落ちたら焦るもんな。まあいいかな。あとスタンドですね。スタンド。これ。スタンドとステップ。こういうことか。はい、これがここに入るのか。普通はこうじゃないですか。普通はフレームに止めます。あ、フレーム止める。もしこれ事故ったら、うん、エンジンがひび入るかもしれない。ああ。事故、ペグが曲がっちゃったりします。なるほどね。いいよ。つきました。うん、ついた。エンジンとキャブついたらもうエンジンって完成でしょ、大体。あと配線すれば。配線すれば。ガソリン流して。お客さん、じゃあチェーンを入れてもらっていいですか。チェーン。チェーン。うん、食ってくる感じで、うん、赤いとこ通す？赤の上を通します。上？あのシンクはもう下げちゃってるんで、チェーンが外れないように。ここ、はい、赤いチェーンローラーの上にチェーンを通すことによって外れないようにするんです。ここでこうやってやんだ。こっちは後ろから。後ろから。ヤギ、勉強なるな。勉強なる。ヤギ、あの、カメラのハキピーチーズ味ある。見ましたよね、先に。邪魔だけはすんなって。先生。ここ止め方？これをクリップでこう刺すんですけど、回転方向で当たっても大丈夫なように。ここから。クリップ？これを。これで？こっちに入れたいんですよ。おこれをこれでつまんでもらって、こことここをつまむんです。入った。入りました。こうやってやんだ。これ何それ、そういう専用の工具なのこれ。そうです。へえ、いいね。チェーンついたよ。こっちしかないな。そう。うん。めっぽいった。キャブ入って構造的にはさっきのチョークがここに入って、でさっきのチョークがここでこうパカパカできるようになると。100ミリだ。これ刺すだけなんですけど。うん。マンドがない。うん。ああ、そこにつくんだっけ。キャブレターに、うん、に入る前。キャブレターにゴミが入んないように。ゴミが入んないように。ああ、ここで止まんのか。そうですね。そこパカッと。ここちゃんと入る。入った。ここか。ここにこう入る、はい、こうだ。で、これで止めていけるの。うん、つきましたね。うん、ついた。へえ。だんだんできてきた。できてきた。それがそこに入るんですよね。いやいや、これって色変えるんですか、ここは。でもこの白でもいいんだけど、なんか差し色欲しいね。白だとあえてその元の色っていうのもいいんだけど、ここだけね、このちょっとこの黒に縁取りしてるだけで結構かっこいいから。で、ヘッドライトはなのか。でもこれ黒に塗った方がいいですかね。あ、そこにそうなんだ。へえ。マサのアイデアでキャリアをつけたんですけど。お、前についてたキャリアを。これ前についてたの。そうそう。フロントについてたキャリアをマサさんがカットしてカスタム株に再利用。
何乗せられんだよこのキャリアに。かっこいいな。ほう。大体これで見た目は完成だ。もう一回こう配線とか仕上げますけど。そうですね。あれやってきた。だいぶいい感じ。今ちょっと、まあ、ここを今黒字してここを白のままロゴ入れるかちょっと色を違う色にするかぐらい。ここで試しにオリジナル株にまたがってみました。あ、いいや、いい。高いもん、やっぱ椅子がほらつま先。あ、ほんとだ。でもまあバイクが軽いから全然大丈夫だけど。いや、でもいいわ、おしゃれ親父。これでこれで近所買い物行きたい。買い物行きたいでしょ、これ。まあ、バークショットでいいから。かっこいい。高い。いいじゃない、いいじゃない。いいね。ちょっと誠君、ちょっとまたがってみて。見たい。はい、見たい。人が乗ってるとこ見たい。じゃあちょっと編集行ってくるわ。おお。おお。かっこいいね。これでビーって行きたい。行きたいですよね。いいね。完璧。完璧。もうあとちょっと、もうなんか今見てたらこれもなんか白でもよく感じてきたし、あともしかしたらここの色を、うん、塗っても全然、塗る可能性がぐらい。まあ白もやっぱかっこいいんだけどね、株っぽさが残って。そう、悪くはないね。株さ残した、まあちょっとオフロードみたい。俺の評価がこのバイク三つ星だから。いや、よかったね、浜バイクから。あ、ありがとうございます、うん。やっぱ浜バイクはこうやってバイクを作ってるんですよ。浜バイクはセンスいいからさ。スパイス、あなたのスパイスになりたいっつってスパイスってつけたんだから。あ、でも本当に今いいこと言った。あのね、こんな感じって言うじゃないですか。でそれをちゃんと忠実にやった上でスパイス入れてくれるの。それ変に自分のセンスをね出してくるわけじゃないの。あくまで俺の言った通りなんだけど、いいスパイス入れてくるの。やろう。注文した通りのことしかやらないわけじゃない。じゃないの。スパイス入れてくる。ちょっとスパイス入れてくる。それがあなたの店は？スパイス。お客様の注文に応えるだけでなく、喜びもご提供。あなたのスパイスになりたい。それがスパイスモーターサイクル。皆さんもぜひ一度この店で作って。作業を開始してからおよそ1時間。株の良さも残した矢作理想の1台、完成がいよいよ近づいてきました。